今日はプチ電車シリーズを紹介するよ。プチ電車シリーズでも事故が起こるさ。後ろからもどんどんやってきた。わあ、なんだこりゃ。500系新幹線、ひぃ、なんだこりゃ。一体どうなってるんだ。もう止まれないよ。サンライズエクスプレス、いやっほー。うわあ、どんどん国際イエロー。どん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 他の列車や新幹線も落ちていっちゃうぞ。わあ、なんてことだ。山手線に小町 N700 系もみんなみんな水の中に落ちちゃったぞ。ん、なんじゃ。わあ、あれは。こんにちは、トップハムハット教。僕は800系のツバメだよ。僕は N700。 E201 系中央特快です。よろしく。僕はサンライズエクスプレスだよ。俺はソリック883系だ。やっほー。新幹線923型ドクターイエロー。イエスイエスイエス。僕はキハ71系ユスインの森です。よろしく。私はブルートレイン早草富士牽引車ヒロじゃないよ。山手線と500系新幹線もやってきたぞ。やっほー。僕たちも行くぞ。わー、かっこいい。ああ、こんなところにヘラクレスオオカブトがいるよ。わあ、こんなところで何やってんだ。ああ、なんだ。まったくもう、何やってるんだ。電車は平和に走るのが一番さ。この自然豊かな風景を見ながらゆっくり走るのが一番さ。せーの、ドアは続く。ああ、なんだかすごい音がしたけど大丈夫かい。いやー、こっちでも事故発生だ。なんじゃなんじゃ、ここでも事故発生か。ここではフランキーが荷物を積み下ろししているよ。えっほえっほえっほ。よし、トーマス、うまく積めたぞ。あ、サンライズエクスプレスがやってきたぞ。わあ。わあ、すまない、大丈夫か。いてててててて、てわお、サンライズエクスプレス大丈夫かい。事故は起こるさ。今度は踏切だよ。働く車たちが踏切を渡っているよ。電車が来ないかよく見てから渡るぞ。おいしいおいしい屋台だよ。うちのもつ煮は世界一。みんな食べにおいで。なんでこんなところに屋台がいるんだ。わー、ドクターイエローの次はコニックもやってきたぞ。わーわー、遅かったか。やっぱりここでも事故発生だ。やっほー。みんなして事故して5時だな。僕はすごいスキルが必要ぞ。わあ、大変だ。トーマスの社員が脱線しているぞ。わあ、500系新幹線やってるぞ。わあ、わあ。今日は僕も荷物積んで走るぞ。よーし、わかった。それじゃあドクターイエローにはこの黄色のスライムを積んでいくぞ。キャー。お次にやってきたのは500系新幹線だ。僕たちだって機関車には負けないぞ。よし、それじゃあ500系新幹線には青色の砂利を運んでもらおう。わあ、どんどん貨車が重たくなってきたぞ。行ってきます。223系電車もやってきたよ。荷物は乗せて走るぞ。わあ、どんどん新幹線や電車がやってきた。よし、今度は E201 系中央特快だ。とってもかっこいいぞ。よし、それじゃあ同じ色のオレンジ色の砂利を入れていくよ。出発進行。クランキー、僕も頼むよ。サンライズエクスプレスだ。サンライズエクスプレスの青色の貨車にはこのふにゃふにゃのスライムを入れていくぞ。ビヨーン。サンライズエクスプレス落とさないように気をつけてね。いやっほー。ん、君の名は。私の名前はキハ71系ユフリンの森です。わお、とっても渋い緑色の色をしているぞ。それじゃあこのつぶつぶ粘土を運んでもらおうかな。お任せください。よし、それじゃあ進んでいくぞ。ユフリンの森も気をつけてね。今度の列車は何かわかるかな。僕はハヤブサ富士牽引車ブルートレインだ。とってもパワーがありそうだぞ。よし、それじゃあブルートレインにはこのつぶつぶオレンジ粘土を。いっさー、いたずら貨車も頑張れ。よし、行くぞ。
僕だって機関車には負けないよ。小町がやってきたよ。今日は大忙しだ。ビヨーンビヨーン。小町には赤色のつぶつぶ粘土。よし準備完了だ。小町レッツゴー。小町の次にやってきたのは N700 系新幹線だ。とっても速そうだぞ。よし N700 系新幹線には緑色の砂利を積んでいくぞ。とっても重たいけど N700 系新幹線も頑張れ。よしクランキー、僕にも頼むよ。この列車みんな何か分かったかな。僕は E231 系山手線だよ。よし山手線にはコンセントを運んでもらうよ。わお行ってきます。今日はとっても忙しいな。いやっほー。500系新幹線や N700 系がトンネルをくぐるよ。ドクターイエロー、湯布院の森。あれれ、なんだここは。やっほー。あれれ、ブルートレイン、ここは行っちゃいけないところだよ。こんなところにヘラクレスオーカルトがいるよ。わあ、こんなところで何やってんだ。なんだかすごい音がしたけど大丈夫かい。いやー、こっちでも事故発生だ。なんじゃなんじゃ、ここでも事故発生か。ここではフランキーが荷物を積み下ろししているよ。よーし、トーマス今積めたぞ。あ、サンライズエクスプレスがやってきたぞ。わーわあ、すまない、大丈夫か。いてててててててわお、サンライズエクスプレス、大丈夫かい。事故は起こるさ。今度は踏切だよ。働く車たちが踏切を渡っているよ。電車が来ないか、よく見てから渡るぞ。おいしい、おいしい、屋台だよ。うちのもつ煮は世界一、みんな食べにおいで。なんでこんなところに屋台がいるんだ。ドクターイエロン、次はコニックもやってきたぞ。わーうわー、遅かったか。やっぱりここでも事故発生だ。やっほー。みんなして事故して5時だな。僕はすごいスキルが必要ぞ。わー大変だ、トーマスの社員が脱線しているぞ。わー500系新幹線やってるぞ。わーわー、砂のパズルをやっていくぞ。まずは緑色の電車、湯布院の森から。どこかな。よく見ると窓の数も電車によって違うんだね。あ、ここだ。やったー。よーし、今度はこの白い新幹線だ。どこかな、どこかな。こっちかな。んちょっと違うな。あ、わかったぞ、ここだ。やったー。よーし、どんどん行くぞ。次はこのオレンジ色の中央特快だ。中央特快は四角いからちょっとわかりやすいぞ。どこだ、どこだ。あ、ここだ。よーし、今度は今度は、黄色の新幹線、ドクターイエローだ。かっこいいぞ。ドクターイエローは、どこだろう。あ、この右下、ドクターイエローと形がぴったりだ。よーし、大正解だ。お次は、キハ283系、スーパー青空だ。よく見ると、前の方に青空って書いてあるよ。スーパー青空は、どこかな。難しいな。あ、ここかな。よいしょっと。あ、やっぱりぴったりだ。スーパー青空もとってもかっこいいぞ。よーし、どんどんやっていくぞ。お次は681系サンダーバードだ。残りは2つだから簡単だぞ。サンダーバードはここだ。やっほー。最後は N400 系新幹線だ。よいしょっと。やった、これで完成だ。よーし、今度は違う新幹線や電車を使ったパズルだぞ。お次は223系電車だ。四角い形を探していくよ。どこかな。あ、ここかな。よーし、ぴったりだ。よーし、次は新幹線800系ツバメだ。とっても速そうだ。ツバメはどこかな。みんなわかるかな。ここでもないし、ここでもないな。あ、ここかな。よーし、今度は新幹線の小町だ。小町もとっても速そうだな。かっこいいぞ。小町はどこだろう。ここでもないし、ここでもない。あ、ここだ。よーし、今度はサンライズエクスプレスだ。サンライズエクスプレスもちょっと珍しい形をしてるぞ。
よし、バッチリだ。お次はお次は、この電車は、みんな何か分かったかな？これはソニック883系だよ。青色でかっこいいぞ。よし、残りは2つだ。今度の黒色の電車は、787系リレーツバメだよ。黒色の電車なんてちょっと珍しいよね。よし、バッチリだ。最後の電車はブルートレインはやぶさ富士牽引車。よし、これで完成だ。いやっほー。今日は砂のパズルをするよ。機関車トーマスや電車や新幹線、働く車もたくさん出るぞ。よし、まずはトーマスパズルからやっていくぞ。わあ、トーマスパズルは意外に難しそうだぞ。できるかな。よし、まずはゴードンからだ。ゴードンと同じ形を探していくぞ。ゴードンはタイヤが3つあってカクカクしてるな。どこからどこかな。あ、ダックだよ。ダックは四角い形をしているぞ。タイヤは2つあるから、どこだろう。なかなか難しいぞ。ん、ダック、ここなんかどうかな。わおー、バッチリだ。今度はテレンスだ。テレンスはヘンテコな形をしてるからすぐに分かったぞ。ヘンテコな形ってなんだ。スペンサーだ。スペンサーはどこだ。お、この模様はどことなくスペンサーっぽいな。よし、伝説の機関車ヒロだ。ヒロは真っ黒で少し大きいぞ。あ、ヒロはここかな。よし、今度は黄色のマードックだ。タイヤがたくさんあってかっこいいな。マードックもすぐ分かったぞ。よしよし、いい感じだ。残りは3つだ。スタンディーだ。お次は真っ白なボディのスタンディーだ。スタンディーはどこかな。みんな分かるかな。ここでもないし、ここでもないな。あ、ここかな。置いてみるぞ。よし、バッチリだ。今度は真っ赤な機関車ジェームスだ。ジェームスは上かな。いや、下みたいだ。オッケー。最後はトーマス。トーマスはここだね。よし、完成。よし、この調子でどんどん行くぞ。今度は電車のブルートレインだ。ブルートレインはどこかな。ちょっと分かりにくいけど、ブルートレインはここかな。よし、バッチリだ。今度はまたまた青い車両だよ。これはソニック883系だ。ソニック883系はここかな。オッケー。お次は新幹線800系のツバメだよ。とっても速そうだ。ツバメはどこだろう。ここかな。よし、今度は223系電車がやってきたよ。四角い形だからちょっとわかりやすいぞ。ここかな。よし、オッケーオッケー。さーて今度は、わあ、お化け電車だ。お化け電車はここかな。オッケー。お次は白と赤のサンライズエクスプレスだね。サンライズエクスプレスはこの上かな。今度は今度は黄色のドクターイエローだ。かっこいいぞ。イエスイエスイエス。ドクターイエローはこの左下かな。よし、あと2つだぞ。お次はこの N700 系新幹線だよ。 N700 系新幹線はここに置いて、今度は小町がやってきたぞ。よし、これで完成だ。新幹線や電車もとってもかっこいいぞ。みんなは新幹線と電車どっちが好きかな。よし、それじゃあ今度は働く車だ。働く車もちょっと難しいぞ。まずは真っ赤で大きな消防車がやってきたぞ。消防車はどこかな。あ、ここだ。今度はゴミ収集車だ。かっこいいな。ゴミ収集車はここかな。オッケー。今度は今度は黄色のタンクローリーがやってきたぞ。タンクローリーはここかな。よし、どんどん行くぞ。
今度はこの大きなショベルカーだ。ショベルカーは大きいからすぐわかるよ。この右の方にショベルカーの跡がついてるんだ。よし、バッチグー。今度はピンク色の救急車だよ。救急車はどこかな。あ、ここがぴったりだぞ。今度は小さな郵便車。よいしょっと。観光バスもやってきたぞ。観光バスはここかな。よしよし、最後はちょっと大きなパトカーだ。パトカーはここに置いて完成だ。楽しかったらまた見てね。バイバイ。